そう、トムトムです。リスナー、本日はですね、はい、なんとですね、はい、うちです。うちなので、マーさんのうち、はい、うちなので、友蔵さんだけです。はい。まあ、次回ね、はい、できればなと思うんですけども、今日はね、いつもの店が、うん、僕のバースデーバッシュで、そうですね、ちょっとですね、いろいろね、はい、使っていて、できないので、はい、穴を開けるのならば、はい、うちでやろう、はい、ということで、本日はうちです。よろしくお願いします。いつものようにね、もう、わーっとはできないんでね。そうですね。近所迷惑なんで、はい、すぐそこに家があるんで。わかりました。今日はゆっくりと。はい、ゆっくりと真面目に、はい、真剣に、真剣に、はい、トレーニングしようかなと思います。はい、ありがとうございます。今週も頑張っていきましょう。いきましょう。じゃあ、6週目ですか ?6週目。6週目ですね。続いてますね。うん。だからね、ちょっとアイディアで、はい、次は、ともしびトレーニングの1曲1個じゃなくて、うん、3曲ぐらい、はい、選んでやってみるっていうのはどうです、はい、そうすると15分ぐらいじゃないですか。はいはいはい、はい。だから、例えば、腕、肩、うん、こことか、はいはいはい、そういう風に選んで、うん、腹筋、腹筋、腹筋とか、とかうん、そういう風にこう、はいはい、3つ選んでやるみたいな、いいですね。そういうのもあってもいいんじゃないのかなと思いましたので、はい、次はそれやってみようかなと思います。OK です。今日ははい。今日はまずは、足です。足。はい。はい、足、美脚ですね。いいですね。やっていきたいと思います。うん、はい。今日は、ちょっとね、いつもあまり使わないふくらはぎとかも鍛えていくんですけど、ふくらはぎ、ここ。はい。はい、でまず、1種目目ですね。1種目目、スクワットの種目になるんですけども、今日足を閉じた状態で、この状態で、ぐずっとこう、深く、膝の高さまでお尻を下げて、こうぐっとやっていきます。結構きそうですね。そうすると、この足の横とか、このお尻、大腿、もも裏とか、そこら辺が効いてくるんですね。これもお尻を出しながら。そう、お尻出しながら、膝の高さまでぐっとしゃがんでいきます。まあ、バランス取るために手は前、出してもらったらいいと思います。はい。いいね、これも。では、次、2種目目です。2種目目。はい、2種目目は、ふくらはぎですね。ふくらはぎ。はい。これは、ちょっとバランス取れない方はですね、椅子とかちょっと、ちょっとバランスを取りながらやってもらいます。僕バランスダメなんですね。はい、はい。で、両足でやるんで大丈夫かなと思うんですけども、はい。足はまあ、腰幅ぐらいか、まあ、足閉じてもどちらでも構いません。そのまま、つま先立ち、ぐっと。で、ゆっくり下ろして。またつま先立ち、おゆっくり下ろして、これでいいです。これ5分は辛いな。はい。うん、で、ちょっとコツがあるんですけども、うん、皆さん結構ね、普通に歩いているとき、小指側に体重かかってる方がすごい多いんですよ。ああ、そうかもしれない。だからつま先立ちするときも結構小指側に体重かけてやっちゃうんですけど、そういう風にしてしまうと、うん、この横側がこう、だんだんこう、発達してきてですね、ちょっと湾曲した感じの、はいはいはいね、足になっちゃうんですね。やだね、それはね。はい。うん、だから、だいたい母指球あたり、まあ、親指と人差し指の間ぐらいに体重をかけてぐっと押すようにしてください。それ面白いね。はい。それを意識しながら歩くと、もっと綺麗な歩き方になりそうだね。そうです、そうです。うん、歩くときもそこに体重をかけて歩くと、意識してね、より進みます。いつも歩いてるよりか。へぇ、すごいね、はい。その2種目を、やっていきたいと思います。わかりました。はい。まあ、ストレッチは、うん、もうこんな感じ、前、回ったやつ。あ、これ、ね。はい。なんかちょっと伸ばしてもらって。これ回るんだよ、ほら。はい。回っちゃうね。バランスですね。オッケーオッケーオッケー。わかりました。あとはふくらはぎはちょっと時間あったら、こんな感じでちょっと。はい、左右ね、伸ばしていきたいと思います。ね、はい。今日ヨガマットないからね。はい、ヨガマットない。これでいきましょう。これでいきますね。はい。さあ、というわけで今日も頑張っていこうと思います。はい。曲の方は？曲の方は、You Are The One。You Are The One ね。グローブバージョン。グローブバージョンです。おー、いいですね。いいです。じゃあ、You Are The One を聞きながらいきましょうかね。というわけでですね、皆さん、シャープ2、シャープ ?026?6。026、はい、ここまで来た、はい、来ました、すごいね。じゃあシャープ026に合わせてですね、You Are The One を聴いてください。え、ね、あの You Are The One のさ、こうちっちゃいシングルあるじゃん。あります、あります。あの女の子誰？あ、知らないです。あれ、でも東南アジア系ですか？あ、その中で台湾、あ、台湾とか中国系の子なの？子ですね、多分見た目は分からないですけど。あ、みんな気にならない？いや、気になってます。これ誰だろうとか。あの、なんだっけ、ここに傷のあるリレーションだっけ、はいはい。のあの子とか誰？わからない。なんか、白人系のね、女性とかもいろいろ
こうブリッジしたのがあったりするじゃないですか。誰みたいな。気にならないんだ、あまり。俺結構この間ね、ラジオやってたら、ユーザーさんはね、これ誰みたいな。結構違うな、ね、結構ちっちゃい頃見知ってるけれど、はいはい、違うな、みたいな。知ってる人がいたらぜひ教えていただきたいと思います。さあ、というわけでですね、皆さん、ユーザーさん用意してください。はい、今日も、頑張るぞ、頑張るぞ。よし。これ、タビちゃん、今日はあります。タビちゃん。ね。タビちゃん、お家でやってますからね。今日タビちゃんも一緒にやりますよ。一緒にやりましょう。はい。はい、スクワットですよ。1、2、3、4っていうかね、君黒くてね、黒だ全然見えない。かわいい。見えない。それでは行きまーす。行きますか。はい。行きましょう。さあ、皆さん頑張っていきましょう。今日はですね、一、はい、人なんでね、面白いとかそういうんじゃなくて、真面目に。真剣にやっていこうかなと思います。まあ、こいつがいますけどね。向こうには DJ もいるんですけど、呆れ返ってます。大丈夫ですか？いつこう。はい、それ行きましょう。こう足を締めて。そうですね、スクワットから行きますね。はい、はい、では行きましょう。はい、しゃがんで、はい。こんな感じね。あ、いいね。でも、ね、足ついてきたもん。だんだん強くなってきました、ね、強くなってきたのが分かる。これもどっちかっていうと足のつま先足裏全体でいいです。全体でいいこれ。はい、バランスがないんですよ。しゃがんで、いい、はい、OK です。休憩しましょう。あ、いいですね。10秒休憩します、うん、まだ余裕です。つま先立ち行きます。次、つま先立ち上げて、下ろして、上げて、あ、もう行くの、はい、行きます。上げて、かわいい。バランスがぐっと上げて、足首が細くなります、これは。へー、うん、これいいですね。はい、OK、休憩しまーす。まず最初だ、はい、20秒ほど休憩します。インターバルね。いいね。あ、そうだ、お水を用意するの忘れた。皆さんもね、水分をね、ちゃんと取るようにしてくださいね。そうそうそう、それながらいい感じですね。26週目か、すごいね。26日目か、もうすぐ1ヶ月か。あっという間ですね。あっという間ですね。はい、では、スクワットいきましょう。いきまーす。せーの、はい、しゃがんで、そう、足閉じた状態で、もっと閉じ、そう、膝の高さくらいまでぐっとしゃがみます。そう、いいですね。トリンちゃんも何してるんだろう。待ってます。かわいい。あともう少し、はい、はい、OK です。休憩です。何してるのって感じます。はい、次ふくらはぎいきます。行きましょう。せーの、はい、上げてゆっくり下ろす。もうやってるやってる。あ、すごいすごい。はい、頑張れ、頑張って頑張って。そう、母式技に体重かけて、まっすぐね。はい、これ本当に来てるよ、この足首にね。徐々に徐々にこう、セット回数をね、重ねることに効いてくると思います。はい、OK です。休憩します。タミちゃんも頑張って。ストレッチしてるの、タミちゃん。あと1セット頑張ります。タミちゃんストレッチしてるの。はい、次行きましょう。ラスト1セット行きます。はい、いいですか。せーの、はい、しゃがんで、そう、曲に合わせながら、そう、いいですね。はい、ケイコちゃんの声がいいですね。いいね。
最高だね。TK のこのハモリもすごいね。すごい。いいです。ラスト1回。はい、休憩。いけるいける。今日はいける。今日いけるでしょ今日いける。はい、ラストワンセット、ふくらはぎいきます。はい、つま先立ち上げて、下ろして、上げて、ゆっくり下ろす。そう、下ろすときゆっくりですね。そう、曲聴きながら。バランスがね。バランス大事ですね、最後に。あと少し。はい、OK です。素晴らしい。太ももの前に、ね、伸ばしていきましょう。はい、反対の足も伸ばします。そう、バランス取れない方はどこか支えで持って。はい、ふくらはぎもちょっと伸ばして、はい、足入れ替えて伸ばします。あ、今日のいいっすね、なんかね。おー、いい感じです。26週目にしてなんか最後までヒーヒー言わずに終えることができました。お疲れ様です。26週目素晴らしかったです、はい、ありがとうございました。これで26週目で足の運動は6個やりました。はい、足の運動は毎回やってます。はい、じゃあ 6個やってます。だからこの足の運動だけっていうのもありかもしれない。ありですね。月曜日足だけ、はい、火曜日腹筋だけ、うん、水曜日腕だけっていうと、そうですね、その違う時にここで筋肉痛になったら休むわけですね。はいはい、そうです、休む、休む、それいい感じだと思います。なるほど、次からはそれやりたいなと思いますけどね。はい、というわけでね、明日もね、がっつりと盛り上げてみましょう。はい、今日は本当にゆわざわんを聞きながら、今日は本当にありがとうございました。そうじゃなくてね、今日はゆわざわんを聞きながら、はい、足の運動をいたしました。いかがでしたでしょうか。はい、明日も頑張りましょう。というわけで、マークとトムトムでした。バイバイ。あ、間違えた。こっちです。